めんね。ハムマロごめんね。今日はハムマロ健康診断なのでご飯食べれません。朝ごはん抜きです。ごめんね。ごめんね、ハムちゃん。チャット行ってチャット食べようね。ね、マロちゃんの嫌いな健康診断です。今日は頑張ろうね。ハムちゃんも頑張ろうね。ね、その後ご飯にしようね。ハムちゃんもう察するのが早いね。ハムちゃん出といで。もう完全に分かっとる、この顔よ。疑いの目。ハムちゃん、ハムさん、はい、ハムちゃんゲット。頑張ろうね、ハムちゃん。頑張ろうね。にゃろー。頑張ろうね、にゃろにゃろ。頑張ろうね、まろまろ。まろちゃんはそんな暴れていない。まろちゃんは意外とあんまり気にしてない。痛いではないか。ほら、痛いではないか。入るといいよ。二人やだ。仲良しで行こうね。一緒なら怖くなかろう。なんで庁舎泣いたの。はい、じゃあ健康診断行ってきます。やだね。うん、すぐ終わるよ。あ、そうですか。じゃあ、まろちゃんだけで。まろちゃんも肝臓の値が引っかかってきてるから、はい、肝臓の値だけチェックしていいかな。あ、はい。あ、はい、失礼しますね。すいません。はい、というわけで帰宅しました。はい、開けます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 、すいませんね。はい、どうぞ。おかえり、おかえり。あ、おかえり。はい、で今回の結果なんですけど、ハムちゃんは前回何もなかったので体重を測りに行っただけになりました。特にね、健康診断まだする必要ないよってことだったので、ハムちゃんは何もしなかったんですけど、問題はマロちゃんですね。マロ、はい、でマロちゃんが病院に行った理由なんですけど、あの前回肝臓の数値がちょっと悪くて、でそれでね健康診断に行ったんですけど、今回検査してもらったらやっぱりここがね肝臓の数値なんですけど、やっぱちょっと前回よりも高くなってるということで、まろちゃんちょっとお薬生活になります。はい、なのでちょっとねお薬の生活が続きそうです。まさかね、ちょっと悪い結果が出ると思ってなかったので結構ショックです。ね、ま
ろちゃん、これからお薬頑張ります。あ、ペッてした。違うって分かっとんの？一緒に食べてくれたら嬉しいな。お、頑張れ頑張れ、マロ頑張れ。あ、ペッした。どこに？